ので飲んでますので楽しんで買ってやってください。よろしくお願いします。最初はグーじゃんけんパイ。パーの方だけね。はい、はい、どうぞ。大阪三条。来たっすよ。なんかイベントやるって聞いたんで、なんで坂だけなのかなって勝手に来ちゃいました。今日は坂だけでいいって。ちょっと待って、もう一人おるやん。腰が来ました。てかもう一人。タカスクールですよね。タカスクールリゼムタカが来るのは分かんない、はいはいはい、で、リゼムタカの特集組むのは分かるんですよ。いや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 、Y3 新作出たっすよね、子供向けのブラスト、プラシャツで、今日子供たちにスクールをやると絶好の広報の場。 Why? I'm not here! なんで俺ここにいないですか。いやだって、あ、そういえば、はい、上州取っといたんで、請求だけ、はい。いや、なんで呼ばなかったかって、そういうことじゃん。経費削減すな。いや、するて。お前ら4人もいんだよ、4人も。投資しましょうよ、未来に。泣くことないよ、思って。未来に投資しまくったやん、もう。大概してるやん。これマジ可愛いわ。初のY3子供用のデザインっすよ。これめちゃくちゃ可愛い。ガチで可愛い。これ爆買いするんじゃないですか。しかも4400円だから安いんですよ。4400円です。税込みです。いや違うんだって、ジャパネット高田みたいなことせんでええねんやって。違うの。ノースリーブも出ました。全然話聞かんこいつ。めっちゃかっこいい。ちょっとブラストシリーズかっこよすぎないですか。ちょっと言っていい。まずなんで君が大阪いるの。山田さん、理由なんて探りもないし、今起きたことを未来に向けていきましょう。電波に遡っていいです。てかさ、デカモリスさん何しに来た。俺も分かんないです。俺も知ったな。いや、なんであの人おるんってなって、動画出るだけ出て帰ってたの。そういう人っす。いやー、だから理由を話しますと、この7月2日茨城っていうところでタカが生まれた土地らしい。地元っすね。ですよね。だからタカ単独でいいじゃんと思って、別に4人揃わなくてもいいじゃないですか。単独でいいじゃん。単独でもいいじゃん。でもいてもいいじゃん。俺もいてもいいじゃん。来ました。それについてで、お金はどこから出るか。いいですよ。いや
ゃん。え、待って、他の会社と仕事したことない。あんまりないっす。お前らいっぱい仕事してるやん。お前交通費とかそういう話絶対通ってるだろ。交通費とかいつもやっぱり仕事ってなると請求させてもらいます。そうだよね。で、そうだよね。今回は俺はバスリーの営業できてるんで仕事ですということで請求させてもらいます。だから間違ってないよね。あ、ですよね。でもそれは僕らが打ち合わせの段階で決めることで、あ、でも、はい、今日株式会社バイスリーの課長であるんで、実態は宮村さんが結構やってるんですけど、社長なんで自由に動ける。だから俺は何いや、社畜だったら俺経営計算できるだろ。社畜にも慣れてねえんだし、社畜にも慣れてない。間違えた、お財布でした。ふざけんなよマジで。もうだから呼んだら経費かかるやん。今日別にスタッフ呼んでるから俺も販売できるやん。いや、ありがたいことに最近もう出したらもう即完売じゃないですか。そうなんだけど、すごいっすよ。びっくりした。1、2時間で売り切れてたっすよ。いや、50分もかからなかったこれ。びっくりした。びっくりした。もう頭痛えわ。じゃあバイス3が売れれば売れるほど君の中行動力が活性化されるから。いやいや、それはそうっす。だって俺売りたいっすもん。みんなにいいものを提供したいっすもん。俺は言って1ヶ月前来る予定じゃなかったじゃん。俺らってこれ高行きだけですよねとか言ってたじゃん。そうそうそう。実は前日あのホテル代も請求するんで。高行きだけ OK 出した。え、君も臨戦8時ぐらいで終わって急いで電車乗って東京駅向かってもう終電で来ました。なんでいつも泊まってるアパホテル請求しておきます。いや、だってさ、撮影の機材も考えて、いつもの俺らが何カメ使っとるとかじゃないじゃん。圧倒的に急遽撮るよみたいな感じになってるじゃん。じゃあけど7月はイベントあるから呼ばなくていいと思ったんだけど、もう来たんだったら頑張ってしてよ。いやいや、するっすよ。じゃあし、これあれよ、8月いっぱいまでやるけね。いや、そんなやるんすか。8月いっぱいまで受注っすか。これ受注やります。でも1週間ごとに更新していく。これ子供来たらめちゃくちゃかっこいいと思う。これ可愛いし。いや、今年はね、ちょっと夏は頑張ろうぜ、バイスリーで。これは可愛いわ。ブラストシリーズは俺今までで一番好きっす。かっこいいもん、普通に。これ大人用のノースリーブっすけど。派手じゃけど。派手でもないっすけどね。かっこいいと思うよ。めちゃくちゃかっこいい。だから、今年の夏は25日のイベントまで、ぶっ続けでこれを売ります。やりましょう。愛媛イベントまで。愛媛イベント。もう秋口の対策は今からできるんで、今から秋の対策で。だけ、そうだね、7月16日のリゼムカップもバイスリーのブラスト。これ舞台だったらかっこよくないですか。いや、もうこれすごいぜ。これもかっこいいぜ。わざわざワッペンまでつけて。え、白くなってるわ。いや、黄色だったじゃん、お前。だってお前が知って俺が知らんねん。おかしい。白っすよ。お前が知ってんすか。もうダメだ、この人。分かってないデザインよ。俺が言ったんすよ。バイスリーの最初のブラストユニのやつ、黒に黄色の字なんですよ。でもワッペンだけ白だったんですよ。で、俺はいや、なんでそのワッペンが白なんだと、変えれないと、もうこれで行くしかないと、エロがこだわってるやないか。今日あれよ、この感じで時間取らんとってくれる。イベントのあれ、もう子供いっぱい来てる。めっちゃ来てるから。まだバイスリー浸透してないんで、やっぱ来てる子少ないじゃないですか。だから子供では出してないんで、それでもミノアスの試合行った時とかちょっとダボって大人用の一番ちっちゃいのを着てくれてる子供とかいっぱいいるんですよ、バイスリー。はい。そういうの見るとやっぱり子供用作ってあげたいなと思ったんで、これはぜひ。まあこれはもう本夏の目玉じゃけね。しかも手出しやすいんで、安いの。安いし、クオリティあんま変わらんけ。いやいや、一緒っすよ、なんなら。なんなら凝縮してるから上がってるっすよ。いや、もうちゃん上がってるから。ワッペンも可愛いっすね、とか。なら今日あれよ、仕事してよ。頑張りましょう、はい。よし、なら行きましょう。はい。ここの施設の店長します、宮永大地です。よろしくお願いします。今日はリゼムの高さん、ゲストで呼んでますので、楽しんでやっていってください。よろしくお願いします。お願いします。
あったらまあアドバイスし言ってあげてもらいたいなって、なんかありますか？キーパーをやってて、みんなが大体シュート打つコースが分かっちゃうから、そのカットインの時にも言ったように、カーボンとキーパーを打てるっていうところに持ってかれると、ちょっとお前どっち打つの？迷っちゃうよね。どっちも出るから。それと一緒で、みんな縦に行った時になるから。やっぱいいや、キーパーは。だからシュートも大事だけど、キーパーとの駆け引きも大事。両方に打てる位置にボールを最後に送る。だからここのドリブルっていうのも大事。大事にしないといけない。一番最初に言ったように当たったり、ここを適当にやっててもほんまは敵やから取られちゃう。なんでここもしっかり相手と思って抜いて、直線抜いて、で、膝の振りを放す。そしたら多分もっと失点してたかもしれないけど、今は1か2失点ぐらい。誰と決めたの？よし、顔覚えてもらっていい？覚えられちゃった。最初はグー、じゃんけん、パイ！パイ！パーの方だけね。お、ライブじゃんけんつる。最初はグー、じゃんけん、パイ！おー、よろ。お疲れ様でした。俺が今日一番売りましたね。あれじゃん、びっくりした事実を言っていい。俺の営業力、やっぱそれに尽きるっすね。14時から16時にかけていませんでした。もういましたよ。お仕事してたっていう噂を聞いたんですけど、僕が一番売りました。いや、やってましたよ。やったけど、僕は今は腕立てしてました。僕の動画には載ってないんですけど、いや筋トレしに来た。筋トレでホテル代で交通費請求されたそう。いや、でも子供たちも喜んでるから見ましたから、あれを見れるだけでいいですよ。で、経費かかる。ありがとうございます。いやでも無事タカスクール満員。いや、あいつ頑張ってましたね。いや、来てくださいね。頑張ってた。あいつ肉離れしてたはずなんだけど、だって聞いたんだけど、バリバリしてた。バリバリしてた。なんで4月16日今度は9本であります。今度はリズムがガチ大会ですね。ガチ大会です。9本時の試合はどうでしょう？さすがにあと1つでいいじゃないですか。こっちのなんかサブちゃんじゃなくて、はい、誰かサブちゃんという、まあ、言わしたやろ。どう考えたら何も言ってない。いやなんで今後もバイスリーを売りに僕はちょっと全国飛び回るんで。来ますよ、ね、16来ます。16来るし8月の25も来ます。なんでお願いします。ちょっとお客さんが溜まってるんで、とりあえず今日は終わりにしましょう。ありがとうございました。